サノバウィッチガンタということで、めぐるルートシャープ20回目か、やっていこうか。もうね、でもチャプター9の1なんだよね。結構終盤なんじゃねえかなと思ってんだけど、どうなんだろうね。やっていこう。そう、ただね、例のシーンまであの1回しか出てきてないから1回で終わりはないだろうと思うんだけど、あと1、2回あるんじゃねえかなとちょっと思ってるんだけど、まあ期待しながらじゃあ見ていこう。その後はキッチンに移って食事を作ってくれたりもした。そう、前回なかったんだよね。前回ね、嬉しいとか言ってたんだけどまあダメだよね今は、ということで、ぜひさせてほしいと言い出してくれたのだ。ごちそうさま。はい、お粗末さまでした。いやー、もういつでも同棲できそうだな。いやいや、本当に美味しかった。ありがとうございます。こんなささっと作ったものでそう言ってもらっちゃうと、この先が思いやられちゃいますね。おー、じゃあもっといいもの作ってくれんのか。でも悪かったな、なんか父さんの分まで作ってもらっちゃってさ。だからいいんですよ、こういうの憧れてましたし。ああ、そうなんだ。それはなんだ、嫁入りしたみたいだからって？そこまでは言いませんけど、だいたいそんなもんですけど。そうなんだうちの場合だと嫁姑戦争は起こらないけど、代わりに、おっと、これ何これ、見たことない感じ出てきちゃったよ何これ、なんて読むの、わかんない。おっと、なんちゃら戦争は起こりそうだな、なんかネズミみたいな。薄に下に男って書いて、これ何なんだろう。いや、怒りそうだな。めぐるの作った料理を取り合って。確かにな。なんかすごい嬉しいこと言ってくれてるし、めぐるなんて返せばいいの？ありがとうございます。あ、でもそれだけ料理がうまいってことなんだよな、めぐるさんの。かわいい。思わず目が細くなってしまう。まるでペットを見るかのように。元気で素直で可愛くて、一緒にゲームもできて、実は結構家庭的で料理上手。最高かよ。今更だけど、めぐるって実はかなりハイスペックな女の子なんじゃないだろうか。嫁的な意味で。あの先輩、ところでなんですけど。ん？いつ嫁にもらってくれるのかって？まだ言ってるし！だから気が早いですって。この人、一回エッチしたからって調子に乗ってません？え、じゃあめぐるさんは、そういう気はないんですか？正直、乗ってると思う。それくらいめぐるとこういう仲になれたのが嬉しい。はい、それは自分もですけど、自分はあの先輩にこんなことまで言わせられるくらい惚れてもらえちゃってるんだとか。なんか若干引いてない？大丈夫めぐるさん大丈夫？そうだな、それも間違いないまあ嬉しいよな。で、ところで、ところでなんですけど。この写真って。あ、ゆいさんの写真が。あ、でも、めぐるさん、そっか、初めてだよね。ゆいさんの話自体はしてたんだろうけど。ああ。これな。そりゃ、男女体で、こんな風に女性の写真が飾ってあったら、気にもなるか。先輩のお母さんですか？うん。そう。これが俺の母さん。やっぱり、そうですよね。どことなく先輩と似てるし。似てるかな。そんなことを初めて言われたので少し照れくさい。自分だとそういうのはよくわからないからな。顔立ちっていうより雰囲気ですかね。おお。お母さんはすごく綺麗な人ですけど、こう、なんていうか、先輩と一緒で話しやすそう。へえ。なんかさ、あの、オープニングで出てきた、修二くんの、立ち絵というか、その、アニメーションの絵はさ、すごい、ぶっきらぼうで話しにくそうだけどね。まあでもなんか、ちょっと柔和な感じなのか。あの時の絵とは今は違うもんな。あの、ハロウィンとか経て。この、めぐるさんとも仲良くなって。こういうの、あんまり嬉しくないです？いや、ごめん。そうじゃないんだ。母さんの写真を誰かに見てもらうことなんてなかったから、こういうのも言われ慣れてなくてさ。照れくさいというか、どう反応していいのか、ちょっとよくわからなくて。えっと、
じゃあ嬉しいか嬉しくないかで言うと、嬉しいかな。ほら、めぐるから見ても俺と母さんは血がつながってるように見えるんだなって。見えますよ。この綺麗な人の息子さんにしては、うん、先輩ちょっとイケメン度が足りないかもしれませんけど。どうですかめぐるさん、言っちゃいますね。じゃあ、ね、そんなこと言うならね、じゃあ付き合うのやめます。イケメンじゃないんでしょつって。あ、今のこの話の流れでそういうこと言う？さっきのお返しです。でもそっか、これが先輩のお母さん、どんな人だったんですか？それが俺はよく覚えてないんだ。死別したのはまだ小さい頃だったからさ。ごめんなさい。うん、だから俺もめぐると大して変わらないんだ。この写真から受ける印象しかわからない。あとは父さんから話を聞いてるくらいで。それ自分も聞いていいですか？うん。父さんは器量よし、性格よしで愛嬌もある、文句なしの素晴らしい女性だ。そりゃもういい女だったって言ってたな。それって単なるのろけなんじゃ。俺もそんな気がする。というかそれ以外の何者でもない気がする。息子さんにのろけちゃうくらいですか。父さんが未だにベタ惚れなのは間違いないな。で、あとは、お前。はい。ということで、一旦動画切ってると思うんだけど、いや、びっくりしたね。あの、機材とかも、ガタガタガタって揺れてて、多分マイク拾っちゃってると思うんだけど、地震がさっき来まして、そう、震源地でなんか6強だっけ？結構大きい地震だったよね。そう。まあ、俺の住んでるところは、そこからは結構、まあ、近くないというか、まあ、結構遠い場所だったんだけど、まあ、それでもね、機材揺れるぐらいだったんで、うん、本当に、皆さん、気をつけていきましょう。地震に関してはね、今後も来る可能性あるしね。うん。はい、じゃあ、今は落ち着いてるので、ギャルゲ撮っていこうかなと思います。あとは、耳が不自由だったって聞いてる。けど、それを感じさせないくらい優しくて、よく気がつく人だったんだって。あ、今これ、ゆいさんの話だね。欲しい時に必要なものを差し出してくれたり、困ってる時にもすぐに悟って、気遣ってくれたり。あ、でもさ、お母さんのというか、そのゆいさんが魔法を持ってるっていう話って、めぐるさんにしてないんだっけ、まだ。じゃあ結構大事な話だね、これ。まるで、人の心が読めてるみたいにって。先輩、それって。うん。母さんも魔女だったみたいなんだ。あやちさんやシーバさんみたいにかけらを集めて、そういう魔法を手にしたんだと思う。俺の持ってる能力は、そんな母さんの魔法を部分的に受け継いじゃったものらしい。そっか。なら。めぐるは特進が言ったような顔をすると、居住まいを正し、改めて母さんの写真に向き直った。そして、きちんと両手を合わせる。はじめまして。稲葉めぐると言います。先輩とお付き合いさせてもらっています。お母さんから魔法を引き継いで、先輩は苦しいこともあったかもしれませんけど、めぐる、でもそのおかげで自分たちラブラブになれました。いやー、でもいい子だよなめぐるさん。本当にな、いい彼女持ったよな修二君も。本当に自分、先輩の弱点にもしてもらいました。うん。だからお母さん、ありがとうございます。弱点にもしてもらいましたっていうなんか表現面白いね。いやーでも、ありがとうって言えるのがいいよな。いろいろあったけどっていうね。めぐるっていう女の子はこれだから。こうしてきちんと母さんの写真に手を合わせてくれたのも嬉しいし、それに、俺のこの能力についても。俺にとっては、どうしても意味嫌ってきてしまっていたものではあるかもしれないけど、でもさ、修二君もすごいよね。その、能力は嫌ってたかもしれないけど、母さんのことは嫌ってないというかね。まあ今までなんでこの能力持ってたんだろうっていうところもあったんだろうし。それが分かったのが最近ではあったんだろうけど。めぐるにとっては喜びの源泉以外の何者でもないんだと、こんなにはっきり母さんにまで言ってくれるなんて。あ、やばい。ちょっと胸が、じんと、来るわな。すいません、先輩。ありがとうございました。いや、めぐる、俺も、
めぐるの隣に並び、習うように手を合わせる。そして、はっきり言う。母さん、ありがとう。おかげでこの通り、俺にとって最高の女の子と巡り会えて、愛し合えるようになりました。先輩。大好きだ。めぐるみたいなことを恋人同士になれて、そんなに幸せなことはないよ。めぐるも、大好きです。先輩、ずっと一緒にいたい。めぐる。先輩、お母さん、見てますよ。おい、嘘だろ。お母さんに見られながら、プレイやめろよ、本当に。不謹慎だぞ。いい。それより、めぐるとキスしたい。いいじゃないだろ。見せつけてやるのか、見せてあげようってことね。でも。先輩。ただいま。はい、ナイスー。まあ、来ると思ってたわ。うん。この流れは絶対に来ると思ってた。だって、お父さん帰ってくるかなとか言って、言ってたもんな。前回。はい。いつも通りのやつ。シュージー、今日の夕ご飯なーにー。ん？おかえり、父さん。お邪魔してます。あ、違う、その前に、はじめまして。ぐるぐるしてるね。うん。なんだ。何？父さん、職場に忘れ物思い出した。おい。2時間くらいしたら戻るから。ちょうどいい時間なのやめろ。時間設定ちょうどいいのやめろ、本当にも。なんだ、2時間くらいって。いや、そういう気遣いはいい。というか、そうだよな。父さんも、帰ってくるよな。なんで父さん帰ってこないと思ってたんだよ。それをすっかり失念していたとは。あれ？前回、あ、そうか、俺が一人で言ってたのか。父さん帰ってくるかもしんねえぞ、つって。俺一人で言ってたんだっけ。なんかあれ、修二君たち言ってなかったっけ。ラブラブなのはいいけど、やっぱりちょっと調子に乗って油断してるぞ、俺。そうだな、油断は禁物だな。結局、父さんは職場には戻らず、めぐると、面倒しさせてもらったらいいのかな。めぐるは耳まで真っ赤にして、だけど真摯に一生懸命挨拶してくれた。よかったじゃん。じゃあこっちからも挨拶に行かないとな、めぐるさんのお母さんお父さんに。そしてめぐるを家まで送って帰ってきた後。いやあの子は確実にすごく真面目でいい子だぞ。ちょっと話しただけだけど、その辺はよくわかった。そうだろ。おお、見た目は派手な子なので、ちょっと心配してたけど、父さんもめぐるのそういうところはちゃんと感じてくれたみたいだ。まあでもさ、やっぱそういう気づく能力が高いからこそ、ゆいさんもな。まあそう、しかも純粋だからこそね。ゆいさんも好きになれたんだろうな。うん。飯もうまいし、やっぱ女の子が作ると違うね。なんだそれ。ああ、そうなんだ。めぐるってああ見えて家庭的なんだよ。うん。それだけじゃない。素直で元気で可愛くて思いやりがあって、実は礼儀正しいし、変な偏見とかもゼロでさ。そして何よりものすごく喜んでくれる子なんだよ。俺はもうめぐるのそういうところが。ふふのろけかって。ふん。あ、いや、その、うん。続けてくれていいんだぞ。なんせ超珍しい光景だったからね。そうなんだ。だろうな。でもな、今までのもうすげえ心配してたもんな。なんか死んだ魚のような目みたいな、なずっと言ってたもんな。あの修士にここまでの熱弁を震わせる。おお、それだけでいいこと巡り会えたのがよくわかるってもんだ。父さんちょっと感動。そうなんだ。まあお父さんだもんな。ままあね。母さんも見た。可愛い子だったね。もちろん母さんの方が綺麗だけどね。うるさいわ。そりゃそうだろ、お前にとってはな。それで続きは、めぐるちゃんとどこまで行ったの。例の軍資金でしっかり決めれた。決めるっていう言い方やめようか、大地さんな。決めるっていう言い方やめよう。親なんだからそのノリはやめようよ。下手に理解示されると逆に恥ずかしいって。そりゃ冷やかしてるんだから恥ずかしがってもらわないと困る。冷やかすな。だからそれをやめろって言ってるんだよ。ええー、
だってせっかくの機会なんだもん。修二すぐ見切られて振られるかもしれないし。やめろそういうこと言うの。, 笑うな。不吉なことを言うのもやめような。やめようよ、振られないよ。これでも勝ってくらいにラブラブだから。ふうふう。しまった。ああ乗っちゃったな。うんうん、まあ頑張れよ。父さん応援してるぞ。もちろん母さんも草葉の陰から見守ってくれてるはずだ。ありがとう。ならこの話はとりあえずやめようか。こっぱずかしくて軽く死にたくなってきたから。いやでも変わったってことだよ、修二君も。おあ出た、メガネめぐるさんじゃん。で、冷やかされちゃったよ。ありがたいはありがたいんですけどね。おお、ちゃんと電話越しの音みたいになってるね。まあね。でも、なんだか急に挨拶することになっちゃって悪かったな。部屋に戻ると、めぐるに電話をかけた。別れ際にもそうだって、そう言ったけど、改めて言っておきたかったところでもあるし。いえいえ、むしろ良かったです。できることなら早めにご挨拶したかったですし。お付き合いって、当人同士だけの話じゃないですもんね。そうだね。めぐるは本当、根が常識人というか真面目だよな。あ、そうだ。うちの親にも改めて紹介しないと。お、それはそうだな。お母さんにもね、かなり話が合いそうでしたからね。面白そうなお母さんだったし。そうなるよな。話の流れからして。彼女の親に彼氏として挨拶とか想像しただけでもこっぱずかしいけど、まあお父さんが怖いよね。まだ会ってないし。うん。こういうさ、やっぱ可愛い女の子をさ、娘に持ってると、ちょっとね、やっぱり、あの子、なんだったっけ。泉さんじゃなくて、なんだったっけ。ひなたさんのお父さんか。ひなたさんのお父さんみたいな感じになるからな。めぐるにしてもらった以上、断れない。というか、断るわけにはいかない。わかった。今度機会があったら、ご挨拶させてくれる？はい。自分からもよろしくお願いします。嬉しいです。やっぱり、恥ずかしいものはありますけどね。俺もだよ。恥ずかしいけど、やっぱり嬉しいかな。めぐるを産んでくれた人たちにめぐるの彼氏として挨拶できるのはさ。はい。先輩、自分もそう言ってくれる人が彼氏で嬉しいです。なんて。俺は例のシーンがすぐ来てくれそうだな。しかしまあ、両親に挨拶とか素朴なお付き合いをしてるな、俺たち。確かに。まあいいじゃないですか。いや、素朴と言いつつすでに例のあれはしちゃってたりするんだけどね。じゃあ、この辺で。おやすみ、めぐる。はい。おやすみなさい、先輩。ん？じゃあ、切るな。あ、その前に、ん？どうした？返すしかないだろ、これ。自分は先輩の夢見ますから、先輩はめぐるの夢見てください。それじゃあ、また明日。じゃあ、めぐるさんをめちゃくちゃにする夢を見ましょう。最後までめぐるはめぐるだ。電波越しにも、あの甘酸っぱい味がしそうだった。あ、それはしないんだな、電波越しはさすがに。ああ、なんだか俺たち、すごく恋愛してるな、だろうな。思いを伝え合って、仲を深めて、嬉しく笑い合って、例のあれもして、さらに深まってな。あとはもうさらにいろんなことするだけだな。もう夢の中でまでイチャイチャできてしまいそうな気がした。お母さんも喜んでるよ。サノバウィッチ。いやー、ちょっと地震の後だからあれだけど、めっちゃ癒されたな。お！チャプター9の 2? もうちょいやってこうかな。まあさすがに。うん、まあでももうちょいやろう。週末になると、今度は俺がめぐるの家に遊びに行った。めぐるだって、めぐるたっての希望だったし、聞かないわけにはいかない。俺も再度お邪魔したいところだったしな。お母さん出てくるかな？いらっしゃいませです、先輩。俺を出迎えてくれためぐるは、久々に見る部屋着姿だった。やっぱこれいいよな。この格好でメガネかけてると、本当に印象が変わるよな。先輩
いのお家に遊びに行くのも嬉しいですけど、自分の部屋に来てもらうのもまた違う嬉しさがありますね。もう何回来たか分かんないけどね。それは俺も同感かな。でもせっかくの休みだけど、デートじゃなくてよかったの？この週末はなんかこうしたかったんですよね。先輩、この格好の時の自分も好きですか？もう大好きでございますよ。まあ、特にね、ここら辺のここら辺の感じ好きだよ。なんていうか、油断してるめぐるを家族以外では唯一見せてもらえてる気がするし。はい、ありがとうございます。メガネかけてるといつもと違って頭が良さそうに見えるしね。普段は頭悪そうに見えるって聞こえたんですけど。そうなのかな。印象が違うって言いたかったんだって。めぐるが実は割と読書家なのは知ってるよ。部屋の本棚にもこの通りいろんな本が並んでるしな。まあこれだけ見たらさ、なんか頭良さそうに見えるけど、まあねえなんでなんだろうな。それにめぐるが見た目の印象とは結構違う子だなんて、それこそ俺は身に染みるほど分かっている。本当かな、怪しいな。少なくともメガネをかけためぐるも可愛いのは確かだ。もう先輩、押し倒せ。もうで、そういう普段とは違う格好で俺を迎えたかったわけか。そうそう、この格好の時でも先輩とイチャつきたいななんて。自分の日常の中に先輩がいてくれるのとか、自分にはもうどんな時でも先輩がいてくれるんだなとかを噛みしめたいみたいな。また可愛いことを言ってくれてるし。だから早く押し倒せ。もうでもそれもなんだかわかるな。要は一緒にいることを部屋着みたいに当たり前にしちゃいたいみたいな。あ、それです、それ、そんな感じです。いい表現だね。だからいいですか、この格好で。ん、言ったろ、メガネをかけためぐるも可愛いって。俺も今日は今のめぐるとゆっくりイチャつきたいかな。はい、じゃあ座ってください。自分隣に座っちゃいますから。なら失礼して。自分も失礼します。へい。俺が腰を下ろすとめぐるもすぐにいそいそと体を寄せてくる。最初からゼロ距離は嬉しいし、望むところだけどやっぱりドキドキはしちゃうな。部屋着のめぐるは本当に無防備っぽいし、メガネも本当に似合ってて可愛いし、しかも二人っきりなわけで、って、いや、そういうわけでもないか。でもお母さんお父さんいるんだよね。あ、お父さんいないか。お母さんはいるのかな。先輩だ。いや、ちょっと一枚欲しいな、イチャついてる。ところで、ご両親は？ああ、今は出かけてます。今出かけてる。やるしかないだろ、これ。ほう。ほう。いいことを聞いたな。うわ、何ですか？ほう。なんかちょっとマジエロな気配がしたんですけど。え、嫌ですか？そんなことはないぞ。出かけてますけど、すぐ帰ってくると思うんで。残念でした、マジエロ先輩。くそーくそー、押したかったのに。だから、いや別に挨拶するって話だったしさ、こっちもそのつもりだったし。正直にどうですか？ちょっと期待しちゃいました。期待するな、押し倒せお前から。やだ、もう先輩かわいい。あ、えい。おー、修二くんもねねさんポジションになったか、ついに。まあやっぱ男女っていうのはね違うけど、やっぱこう抱きつかれるのは嬉しいだろうな、こういう。いや、いいな、そこ変われよ。修二くんよ。楽しそうに笑いながら俺の腕の中に収まるように体を預けてきた。ほとんどしなだれかかってきてる感じだ。先輩にも抱き寄せてほしいですよ。ああ、もちろん。ほら。先輩。手があるね、ここにね、ちゃんと。ちょっとドギマギしてしまいつつ、肩を抱き寄せてさらに密着させた。するとめぐるはますます嬉しげに目を細め、甘い匂いを俺に感じさせながら頬ずりまでしてくる。あ、こんな風にくっついてたら、エッチな気分になっちゃいます？
先輩はマジエロだからな。じゃあいいんですか？なっちゃうとしたらいいんですか、くっついてて。それが分かってるくせにこうしてきたわけ？最初に言った通りですよ。こういうことしたかったんですもん。俺にとっては生殺しだ。そんなにエッチいことしたかったんですか、このマチエロ先輩は。当たり前じゃないですか、そんなね。それだけめぐるが好きだってことだよ。くっついただけで嬉しくて体が熱くなるんだから。それは、はい、実は自分も。あ、そうなんだ。あれ、これまさか。ダメじゃん。でも先輩のこと信じてますからね。うわー、なんかすごい熱い信頼が。どうする。年上の彼氏って頼もしい。こういう時ばっかりそれを言うか。くっついてていいですよね。俺からもぜひお願いします。もうさっきからニヤニヤしてるもんな、修士君。もうデフォだからな、これで。我慢をしなくてはいけなかったとしても、くっついてイチャイチャしたいに決まっている。うん、めぐるもそう思ってくれてるのならなおのことだ。へへ、だから先輩大好きですよ。ゴロゴロゴロ。なんだこれは。なんだこれは。なんか出てきたな。あれ、めぐるさん、まさかの獣人だったのか。猫だ、猫がいる。にゃーん、うなーお。なんだうなーおって。うなーおとは。あ、でもさ、にゃーんにとかに関してはあれだよね、あの葉月さんがやってたけど。それよりもあれ、中の人同じだよな、葉月さんと。それよりもちょっとこう、あっちはガチだったよね。ガチのにゃーんだったけどさ、めっちゃリアリティあったけど、今回のめぐるさんはちょっとふざけた感じがいいね。よし、顎の下撫でちゃおう。こちょこちょ。早く例のシーンやれ、もう。いけ。っていうか、先輩の指、長くてかっこいいですね。ああ、そう。っていうか、いきなりだな。でも指先をしげしげ見る機会なんて確かにあるようでないか。まあ、女子もそうだし、男子もそうだよな。はい、自分の手と全然違いますもん。大きくて長くて、ちょっとゴツゴツしてるのが色っぽい感じ。あ、なんかそれで言うと、ま、ごめん、他のヒロインの、他の作品のヒロインの話になっちゃうけど、フェラ神、カフェステラと死神の蝶の、鈴音さんをね、こう、なんていうのかな、即落ち2コマのやつあんじゃん。あれの時のね、手のね、大きさの違いめちゃめちゃすごいっすよ。ぜひぜひ見てみてください。主人公のね、その、昴生君の手がでかくてさ、鈴音さんめっちゃちっちゃいんだよね。だから、あれだよな、めぐるさんもね、かなりちっちゃいからな。色っぽいって、男の手に言うもん。女の子的には言いますよ。男の人の声とかもそうですけど、手とかも結構グッとくるポイントなんですよ。まあ、言われてみると男女の違いが出るところの一つではあるしな。俺がめぐるの首筋や肩の細さにグッとくるみたいなもんか。そうそう、だからちょっと見とれちゃったりして。めぐるは本当にうっとりと頬を軽く蒸気させて俺の手に見入っている。指先がムズムズする。でもこれもやっぱり気恥ずかしいけど嬉しいな。この手に握ってもらえてるから手をつなぐとあんなに嬉しいんだなとか。この手がめぐるのことを気持ちよくもしたんだ。なんかです、なんでそっちの話に持っていくんだ、修士君。うん、いいぞ。うわ、出ましたね、セクハラ。この流れでそれはさすがにドン引きです。そうですよね。ただプレイヤー的にはいいぞいいぞなんですけどね。事実なのに相変わらずデリカシーだけはないんですから、先輩は。俺にとっては誇らしいことでもあったし。なら許してあげちゃいますけど。そうなんだね。それ許すんだ。よし、それこちょこちょこちょ。めぐるさんの性感体を開発しないとな。まあほとんどごまかすためにやったんだけどね。っていうか先輩、そういえばベースもこの指で弾いてたんですよね。ん？まあね。そっか、楽器が弾けるなら自分がこんな小そばよくされちゃうのも当然ですよね。フィンガーテクガーみたいな。おお、
その言い方の方がエロっぽい感じがするのは気のせいだろうが、テクとかな。まあ、あの時みたいにはもう無理だろうけどね。気がつけば随分前になっちゃったし、あれから引いてないし。そうなんですか？自転車とかスキーみたいに、一度覚えたらもう大丈夫みたいなものじゃないんだ。指の動きは毎日引いてないと鈍るかな。それに、指先も硬くなり始めてたのが戻っちゃったから、今だと痛くて弦がうまく抑えられないと思う。そういうものなんだ。そんな話聞くと、やっぱりちょっともったいない気がしちゃいますね。おお、いいんだよ。楽器を弾く指からめぐるに気持ちを伝える指になったんだから。おお、いいこと言うね。うん、お、これはちょっとお気に召さない？はっ。え？え、どうした？めぐるさん。いきなり指先を加えられゾクッとする。おいおいおい、これ夏目さんパターンか。めぐる？ハムハムとめぐるは何度も唇で加え込み、しまいには酢みたいにしてくる。おい、さすがにそれはまずいぞ。さすがにまずいってそれは。あったかい口内や唇の感触に甘さが混じり、俺をどんどん落ち着かなくさせてくる。ハム、先輩、好きですよ。まずいな、これは。大丈夫か、修二君。そして、そんな囁きまで。まさかのシャブリストだったか。めぐるは本当に上手だよな。嬉しいっていうのを伝えてきてくれるのが。俺はしみじみ、そう言うしかない。お。そういう意識はしなかったんだな。めぐるの唾液に濡れた指は、めぐるの喜びで、まだ甘酸っぱく、鼓動していた。うるさいわ。なんだこの、この一文。そうですか。先輩が喜ばせてくれるからですよ。それに先輩も随分気持ちをうまく伝えてくれるようになってきてると思うんですけど、自分の気のせいですか？気のせいじゃないかな。さっき言った通り、俺もそれは自覚があるよ。ですよね。それもこれも全部めぐると仲を深めてきたおかげだな。めぐるが喜んでくれるってわかるから、ほらこんな風にもぐっと今度は腰のくびれを抱き寄せる。ああ、ハロウィンの時みたいだな。めぐるの弱点。つまり、めぐるが俺を強く感じてくれる場所。先輩。あの女をめぐるはひくっと小さく反応を示した後、すぐ溜まりかねた様子で体を押し付けてきてくれた。先輩、先輩。我慢できる？大丈夫？二人とも。お母さん来るまで我慢できる？なんか子供みたいだな。そんなところグッてして、エッチエッチ、いくら自分が見つけたからって、もうもうもう。そのまま背中をグリグリしてきたり、顎を上げて頬ずりまでしてきたり。ああ、ものすごく喜んでくれてる。だから俺もさらに喜びと愛情を伝えていく。え、めぐる大好きだぞ。それ嬉しい。俺も嬉しい。めぐるのこの髪も大好きだからさ。ふわふわしてて、ちょっと収まりの悪いところも可愛くて。はい、わかります。先輩が好きって思ってくれてるの。手つきで本当にめぐるに気持ちを伝えてくれる手になってくれちゃってますよ。めぐる、めぐる、お、大丈夫か？お母さん。先輩、うん、好きですよ。めぐる、うっとりしちゃうんですよ。まずいよ。お母さんの娘さんが追っ始めちゃいそうですよ。先輩の愛情いっぱい感じて。うん、よかった。でもさ、正直まだまだ足りないかな。え、どういうことですか？どういうことですか？自分の中の愛情をまだまだめぐるに伝えきれてない感じがするんだよな。ほう。だから喜んでもらえてるのは嬉しいけど、もどかしくもあるっていうか。今胸の中で苦しいくらいに脈打っている心臓を取り出して、渡せたら一発で伝えられるのになってさ。そんなこと言ったってしょうがないんだけど、伝えきれないものなんだとは分かってるんだけど、うん、どうしてもついそう思ってしまう。それくらいにめぐるが愛おしくて、めぐるにもっと喜んで欲しくて。そういうののために、うん、え、その
地があるのかもしれませんね。じゃあどうします、めぐるさんどうします。この前自分もふと思ったんですよ。うん、自分先輩に何度も何度もメールしちゃったり電話しちゃったりしてますけど。うん、それは確かに。でもそれがどうかしたの？多分好きですっていくら言っても伝えきれないって思うからそうなんですよね。エッチだってそうですよ。確かに繋がってどんな時よりもぴったりくっついていられる状態ですけど、それでもやっぱり先輩と自分なのには変わりないわけで。それはそうだ。極端に言えばあれも今のように体の一部を触れ合わせているだけに過ぎない。繋がって一つになるなんて言い方はするけど、実際には俺もめぐるも互いに一個人のままだ。でも、うん、その二人で夢中で汗まみれになって擦れ合ってると、はい、うん、だんだんまるで溶け合って境目なんかなくなって一つになってるみたいに思えてきて。なんかでもあれだよね、めぐるさん、こうやって言葉がスラスラ出てくるのはやっぱこう文学少女だからみたいなところもあるんだろうな。お本もいっぱい読んでるしな。先輩が何を考えてるか、どれくらいめぐるのこと好きだと思ってくれてるか、体中でわかるような気がするから、だから一つになってるなんて思えるんですよね。伝えきれない分をそれでも互いに伝えようとしてあんな風に夢中になるから。はい、たとえそれがその時だけの幻というか、なんというかだとしても、だからカップルってエッチしたくなるんじゃないかなって。なるほどな、うん、なんてブログにそれ書いてみればめぐるさんの目ぐるぐるな日常みたいな早くエッチしろもう生殺しだ俺はこんなイチャイチャを見せつけられて、今まさにお互いしたくなってるよな。お母さん来るよな、これ絶対ここで始めたら。そういうことなんだって、今の気持ちを伝えたいって二人してたまらなくなってる。伝え合わなくなってもそれだけわかるのはこれまでの積み上げと経験に他ならなくて。けどめぐるの両親がすぐ帰ってくるらしいから、しちゃうわけにはいかないので、どうする？そろそろちょっと離れましょうか先輩。ね、そうだな、たっぷりイチャついたし。はい。お互い視線を外しつつぎこちなく体を離した。いや、正確には離そうとした。離れられなかったのか。あ！はい、ということで今回は誰からの電話だろうな、ということでバイバイ。